あんた、一家にいた。お久しぶりです。どうしたんだ、こんなところに。ええ、ちょっと。はるか、少し桐生に話したいことがあるんだ。表にいてくれないか。うん、わかった。これを見てもらいたい。倉橋の持っていたデータをコピーして須藤に解析してもらったんだ。これは佐山と合田隆二の経歴だ。合田隆二の両親の欄を見てみろ。ジョン・スヨン、まさか佐山薫と合田隆二の母親は同一人物なんだ。ということは。今帰ったわ。どうしたの？そんな深刻な顔をして。いや、彼とは初めてだな。警視庁四課長の須藤警視正だ。初めまして。初めまして。府警四課主任、警部補の佐山薫です。私は捜査の続きがありますので、これで。あ。どうして本庁の四課長がここへ？例の爆弾騒ぎのことで俺に事情を聞きに来たんだ。それで爆弾はどうなったの？すべて解除できた。そう。それは良かったわ。倉橋が持っていたディスクはどうなった？府警のシステムでも解析できなかったわ。そうか。合流会の方はどうだったの？どうにか撃退できた。残るは龍二一人だ。一人？そうだ。奴は俺との決着を望んで一旦退いた。どこにいるの？カムロ町の一番高い場所、そこで待つと言っていた。カムロ町ヒルズのことだ。おそらく。あなた行くの？ああ、あいつとの勝負避けて通ることはできない。行かせないわ。何？私は府警四課の主任よ。殺し合いをしに行く人間を見過ごすことなんてできないわ。今になって何を言ってるんだ。ただ私は警察の人間として言っているだけよ。そうか。だが俺は行く。勘違いしないで。あなたはまだ私の監視下にいるのよ。する気になればいつでも逮捕できるわ。ならすればいいさ。どうしても行くのね。ああ。ならその前に行ってほしいところがあるの。なんだ？今うちの課長が警視庁に来てるの。あなたに話があるそうよ。何？別所さんが？ええ、近江高島会の動きが怪しいの。多分そのことよ。どうする？言ってもらえる？ああ、わかった。
さっきの佐山の態度、気にならなかったか？ああ。関西で何かあったんじゃないのか？それに府警の四課長がこんなところに呼び出すってのもおかしな話だ。ん？誰もいないようだが。これは。どうしたんだ？これは、佐山か？これで、いいわね。こんなところに呼び出してごめんなさい。私にもしものことがあった時のためにこれを残しておこうと思いました。私が知っている全ての情報と今の私の正直な気持ちをあなたに聞いてほしかった。少しの間時間をください。たった今府警のシステムで倉橋が持っていたディスクの解析に成功したわ。そうしたらあることが分かったの。私と郷田隆二は血のつながった兄弟だったのよ。多分河原さん、いや、私の父があの現場から救い出した子供が郷田隆二だったのね。今の私にとって唯一血のつながった人間が郷田隆二だなんて、こんな皮肉ないわよね。あれだけ憎んでいた極道組織の男が兄弟だったなんて。今の私にできることは郷田隆二に全てを話し、この無駄な抗争に終止符を打つこと。彼のたった一人の肉親として、そして府警四課主任の任務としてね。あなたが私に話してくれたこと、二人で歩いた大阪の街、忘れたりはしないわ。ずっと胸に刻んでおく。それが私にとっての唯一のあなたとの思い出。それでいいのよ。やっぱり私とあなたは住む世界が違うんだもの。心を許した私がいけなかったのよ。それだけ。あなたは素敵だった。ごめん、笑顔で別れようと思ったのに。あなたの言う通り、宿命から逃げずに生きていくね。さよなら。佐山。
Let's go!
Huh!
こりゃどういうことやねんな、キリュウさんよ。リュウジ。動かないで。郷田会長を返しなさい。あそこにおるわ。好きにせえ。で、姉ちゃんは何をしに来たんや。あなたを逮捕しに来たの。何を今さら。自分かて登場会とするんで、いろいろやっとったやないか。そうよ。だからあなたを逮捕したら私も出頭するわ。一緒に刑務所にでもどこへでも行きましょう。なんやと。もうこれ以上家族が死んでしまうのは嫌なの。家族やと。何アホなこと抜かしとんねん。郷田隆二、あなたは覚えているはずよ。炎で燃えるビルから助け出されたこと。それが何やっちゅうや。あなたも知ってるでしょ。自分が人言派の生き残りであるということは。せやからそれが何やねん。あなたが知らないところで、ジョン・スヨン、つまりあなたの母親は生きていたの。名前を変えてね。河原祥子、私のお母さんよ。あなたと私は、ジョン・スヨンの血を分け合った兄弟なのよ。どういうことや。私はあなたを助けたい。たった一人の兄弟として、そして一人の刑事として。だからもうこれ以上戦うのはやめて。郷田隆二さん、あなたを逮捕します。嘘や。わしに妹がおるなんて。お嬢さんの言う通りや。今までほんまのことが言えんですまなんだ、龍二。
26年前、スヨンが関西へやってきてすぐ、私たちは知りおうた。蒼天堀のしがない酒場。偶然私は、その店でスヨンと知りおうて、彼女の素性を知った。組織から逃げる毎日。スヨンはお前という子供を抱えて、疲れ切ってた。生活に余裕のあった私は、彼女を助けるつもりで援助を申し出た。その後、私はスヨンを身請けした。けど、関西へスヨンを追いかけて赴任してきた河原という刑事に、スヨンとの仲は切り裂かれた。私の父のことね。そうや。仕方がない話や。私は所詮極道門。スヨンも生活のために私についてきてることは分かってた。つまりわしはおかんに捨てられたっちゅうことか。違う。私が望んだことや。去っていくスヨンにお前を欲しいと言うた。私にとってお前は本当の息子以上に。うっせえ。お前のことはどうでもええんや。龍神、わしは今まで孤独の中で生きてきたんや。大田陣中極道を超えることだけを考えてな。せやからわしは人言派みたいな連中と結託してまで戦争を仕掛けたんや。お前やはり26年前の事件を。関係ない。わしにとっちゃ復讐とか恨みとかどうでもよ。奴らと利害が一致した。それだけ。さあ、残るはあんたとの決着だけ。待ちなさい。私の話は終わってない。大田龍二。やはりお前は、俺が思っていた通りの男だ。どういう意味？自分の生き方を変えられない。ただ馬鹿正直に己を信じて突き進む。知ったようなこと。俺の親友だった男によく似てる。戦うことこそ生きていることの証。そういう男には俺も全身全霊をかけて応えるぞ。東、カオル、スシェー、やれ、一丁派手に北道の花咲かせようやなげ。Hey!
会長、すみません。いいんです。これで。あんたのおかげで、龍二の心の声を初めて聞くことができました。おおきに、ありがとうございました。合田会長。今まで私は大切なことを龍二に隠し通してきた。ほんまのことを言えば、ルージが私の元から去っていってしまうと思ったからです。佐山さん。はい。ルージの父親として、
息子が犯した罪を一緒に背負うつもりです。会長、私も近江の大門を背負うてきた男です。けじめだけはきちんと取りたいんや。龍二と一緒に逮捕してください。お見事や。合田会長、桐生さん、ここまでは見事に私の筋書き通りに動いてくれました。まさかその声は寺田。どういうことや。これは全て私が書いた絵図なんですよ。26年間考えに考え抜いたね。それじゃあなたが。そう、キム・デジン。26年前の事件、最後の生き残りですよ。お前どうして死んだふりなどしたんだ。あなたという人間は理屈じゃ動かない。死ぬぐらいのことをしないと動いてもらえないと思いましてね。なぜそこまでして俺を。あなたが動けば近江も動く。そして関東と関西は一触即発の状態になる。そういう筋書きです。じゃあお前は龍二を焚きつけるために杯の話を持ち出したんだな。ええ、龍二は東条会と近江の杯など絶対に認めるわけがない。予想通りクーデターを起こして関東に牙を向けた。そしてあなたに倒される。まあこれも計算のうちでしたがね。龍二もお前たちの標的だったっていうのか。そうです。龍二は我々の掟に背いた。だからです。龍二は人言派として行動することを拒み続けた。彼にとっては26年前の恨みなどどうでもよかった。頭にあるのは自分が頂点に立つことだけ。それならそれを利用して最後は掟に従い死んでもらおうと思ったんですよ。寺田、桐生さん、あとはあなたを片付けて東条会を潰せば全ては終わる。長かった。やっとだ。寺田幸男として生きた26年間、あと少しでそれも終わる。あなたたちを倒し、あの爆弾にスイッチを入れれば全てが終わるんだ。爆弾気がつかなかったんですか。あなたたちの目の前にあるじゃないですか。どうして。爆弾は全て解除したはずだ。倉橋の分ですよ。あなたの父親河原次郎が殺した倉橋の分。あなたたちは私の同志、いや親友を奪い去った。だからその復讐をする私が用意したんですよ。このスイッチを押せば神室町が火の海になります。本気なの？安心してください。この爆弾が爆発する頃、あなたたちはすでにこの世にはいないんですか。寺田。何ですか？最後に教えろ。お前はあの時風間の親さんの墓前で嘘をついたのか。何が言いたいんですか。26年前
お前を助けたのは風間のおやっさんなんじゃないのか。なんでそれを。26年前のあの日、俺はお前を見ていた。여민아어떡하지제기랄이냐이면감당못해우리도가자그왜복수를하는거야어뒤에서면칠수있을거야生きろ。お前らは若い。命を無駄にするな。生きろ。そうだったんですか。あなたがあの時の。確かに私と四民は風間さんによって命を救われた。寺田。その後私は復讐をするため風間さんを狙い続けた。来る日も来る日も。だが風間さんはそんな私を逆に世話し近江へと導いてくれた。そうか、それでか。お前が近江に入った後、堂島の風間という男がお前のことを頼みにやってきた。私に手をついて何度もお前のことを。寺田、お前風間のおやっさんにそこまでしてもらって人間としての恩はねえのか。桐生さん、まだわからないんですか。私は神言派の構成員です。神言派の掟は全てに優先する。たとえ親だろうがやるときはやる。それが私たちの宿命です。血の通った人間の言葉じゃねえな。ええ、私たちは人間であることを捨てた集団だ。そうでなければ26年間も恨みを抱えてこのような復讐を計画することなどできません。とにかくあなたを倒さなければ終わらない。
死んでもらいます。桐生さん、もうおしまいです。